はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。はい、ちょっと別のことをやりながらやっております。ゆっくね、去年ぐらいに買ったらよ買って、まあ1年経ってない、経ったのかな、あのね、その前にリュックを買ってたんだけど、それがね、あのナイキのやつで、ナイキの、あのアートレットに行って買ったんですけど、それのジッパーっていうのかな、チャックっていうのかな、そういうところがちょっとまずいことになってるし、そもそも論としてはもう何年も使ってたしてたんで、ちょっとね、側面がねボロボロになってたんでね、なので結局買い替えたいっていうことでドン・キホーテに行く予定があったんですよ。今ドン・キホーテがついてだったんだけどでね、まあドン・キホーテ行って、やっぱね、それなりのメーカーっていうのかな、まあブランドのものでもやっぱ5000円ぐらいかかんだよね。自分が欲しいなと思っているものっていうかさ、まああのなんて言うんだろう、 PC を、普段から持ち歩くことはないので、ノート PC をね、だからそれちょっとうるさくてごめんなさいね、はい、でね、いろいろとまあ普段使い使えるやつで、まあそれなりの大きさがあってっていうふうに考えると、まあノーブランドでもそれなりのものになるしうんっていう感じだったね。で、安いやつを2000円ぐらいのものを買ったんだけど、もう1年経たずにもうポロポロになっちゃってて、やっぱね、それなりのドン・キホーテでもそれなりのものだなと思って、買い替えなきゃいけないなと思って、でちょっとね、この前、またドン・キホーテに行く予定があったんで、まあこれもあのついてだったんですけど、1時間に予定があったんで行って見たら、やっぱりそれなりの、私がねアディダス結構好きだったりするんで、あのアディダスでもいいなと思ったんだけど、やっぱ1万円近くかかるんだよね、っていう感じじゃあね、アウトレットでもいいやんっていう風になるんだけどまあ横浜でもね、アウトレットはあるんだよ、確かってかあるんだよね、あの三井アウトレットかなんか、わざわざあの御殿場の方まで行かなくても全然ねいいんだけど、まあ、それなりのブランドが、ブランドっていうか、まあね、自分が欲しいものをいろいろと見たいなと思うし、まあいいかって感じかとりあえずちょっとね、旦那さんの時間があれば、横浜の方のアウトレットの方に行ってみようかなと思う。駅たらの話だけどね、駅たらの話、本当にね、横浜も再開発みたいなのがちょくちょくね出てきてて、どっかのねローカル YouTuber っていうか、まあ何千人ね登録されてる方なんかで、横浜駅がさずーっと工事してんのよ。
私が生まれた時から多分工事してると思うんだけど、どっかしらね工事してるのよ、横浜駅だからね。桜田ファミリアみたいなことを言ってましたね確かにそうだなと思ってっていう感じです。まあ話はそれちゃったけど、でもまああんまりね、横浜に住んでると自分が住んでる地域プラス横浜駅以外はあんまり行かないなと思うんでね。みなとみらい地区の方に行くかっていうと、よっぽどのことがない限り行かないし、ワールドボーダーズの方も多分ほとんどの方がそこに住んでいる近所の人たちか観光かお仕事をしている方がっていう感じでそんな感じだよね。本当に話が逸れてるけどさ多分本当にそのワールドポーターズの方も結構ワールド、まあ、世界中のものがいろいろあったりとかしてて、まあカルディみたいな感じでいろんな世界中のものをね取り寄せている、まあお店だったりとかあるけど、今どうなんだろうね。本当に最近行ってないんで分かってないんだけど、皆さんどうでしょうか。たまにね行ってみてください。はい、以上です。